アイバン、エドワード・サザランドはアメリカの計算機科学者でインターネットの先駆者の一人、コンピュータグラフィックス、バーチャルリアリティの先駆者。今ではパーソナルコンピュータ上で当たり前となった GUI の先駆けとなるスケチャパッドを発明したことで知られる。現在のカーネギーメロン大学であるカーネギー工科大学で、 電子工学の学士号をカリフォルニア工科大学で修士号を取得後、1963年 MIT で博士号を取った。サザランドは革新的なインターフェースであるスケチャパッドを発明した。円弧の直径など、線分や円弧の関係や制約に従って描画することができる。水平な直線や垂直な直線を描画でき、それらを組み合わせて図形にすることができる。 図形の基本形状を保持しつつ、コピー、回転、拡大、縮小が可能である。スケチャパッドには、世界初のウィンドウ描画プログラムと、クリッピングアルゴリズムが備わっており、ズームが可能である。スケチャパッドは、リンカーン研究所の t x にコンピュータで実現され、後に、ダグナス・エンゲルバートが、オン・ラインシステムの GUI を開発するのに影響を与えた。 一方、スケッチャパッドは、バネバー・ブッシュの有名な論文アズ・ウィー、メイシンクで言及された仮想的なメメックスの影響を受けて作られた。サザランドは、スケッチパッドの発明とこれに関連する功労で、1988年、チューリング賞を受賞する。また、アクメ・シュゲグラフから、クーンズ賞、CG 分野の最高墓を受賞した。 アメリカ国防総省国防高等研究計画局の JCR リックライダーは自分の公認にサザランドを指名し自身は1964年に MIT に復帰している。1965年から1968年までハーバード大学で電気工学の准教授を務める。1967年ダニー公演と共に千文分クリッピングアルゴリズムである公演。 サザランドアルゴリズムを開発。1968年、サザランドは彼の学生ボブスプロールの助けで最初のバーチャルリアリティと拡張現実であるヘッドマウントディスプレイシステムザソードオブダマカリーズを作り出す。この最初のシステムはユーザーインタフェースや現実性の面では完成度が低かった。頭に被る HMD がとても重く、 天井につないで支えなければならなかったし、バーチャルリアリティの環境は単純な線で成り立った、空間に過ぎなかった。1968年から1974年まで、ユタ大学で教授を務めた。ユタ大学時代の教え子には、スモーレトークを開発したアラン・ケイ、グーローシェーリングを開発したアンリ・グーロー、アンチエイリアス技法を開発した、フランク・クロー、ピクサーの創業者の一人で、 ウォルトディズニーアニメーションスタジオの社長を務めたエドウィン、キャットマル、ユタティーポットのマーティン・ニューウェルや、ジム・ブリンなどが名を連ねている。1968年、友達で同僚のデイビッド・シー・エバンスと共に、エバンスサザランドを設立し、リアルタイム機器、アクセラレーテッド 3D グラフィック、プリンタ言語の分野で、先駆的な業績を収めた。 エヴァンスサザーランドには後にアドビシステムズを創業したジョン・ワーノックとシリコングラフィックスを創業したジム・クラークが勤務していた。1974年から1978年までカリフォルニア工科大学の計算機科学の教授を務め、計算機科学部門の創設に関与した。その後、コンサルティング企業を創業し、その企業がサンマイクロシステムズに買収され、 同社の研究部門の礎となった。サンマイクロシステムズではフェロー建副社長を務めた。2005年から2008年までカリフォルニア大学バークレー校の客員研究者も務めた。2006年5月28日、マーリー・ローン県ンと結婚。夫婦でポートランド州立大学にてアシンクロナスシステムズの研究を指揮している。二人の子供と四人の孫がいる。 兄のバート・サザランドも計算機工学者である。サザランドは60以上の特許を取得している。主な特許を以下に示す。ありがとうございます。